さてこれまで助詞の4つを見ていきました角助詞副助詞接続助詞そして修助詞と助詞にはこの4つの種類があったねでは今回は実際に問題を使ってこの4つを見分けられますかという練習をしてみたいと思います下線部の助詞の種類を答えようという問題ですそれぞれ下線部の助詞を考えていきましょうまずは1分目からです 彼はは足がが速いが運動は苦手だ。この文の「が」「が」はとこれをそれぞれ何助詞かっていうのを見抜いていきましょうまず一番最初「が」です「が」を見た瞬間に思い出してほしいのが鬼がトヨリで空の部屋の角助詞ですもうこれ「角助詞の10個の中に入っているってすぐ分かるよねということはこれ「角助詞かっていうと 実はガっていうのは角助詞のほかにも接続助詞の可能性もあるんですなので今回このガっていうのがどんな働きをしているのかっていうのをしっかり確認していきたいと思いますそうするとこのガっていうのは今回足があってこの足にくっついて一つの分節を作ってるよねちょっと囲っておこうかこの足がで一つの分節を作っていますでこのガ今回どんな働きをしているかっていうと ここの部分、足が速いを見た時に何がどんなだの何がに当たる部分がこの足がだよねということはこのがっていうのは主語を示している主語を作っているっていうのが分かりますなので今回のこのがは主語を作っているので格助詞ということがわかるんです今回は格助詞です角って書いておきます では次この2つ目の「が」を考えてみましょうそうすると彼はは足がが速いが運動は苦手だ。今回のこの「が」はどんな働きをしているかなうんこれはその前の部分「彼は足が速い」っていう部分と「運動は苦手だ」っていう部分をつないでいるよねしかもこれは足は速いけど運動は苦手だみたいに前と後ろの逆の内容になってるつまり 逆説の働きをしているっていうのがわかります。ということは、まあ前と後ろをつないでいるので接続助詞ということがわかるんです。今回は接続助詞です。丸接と書いておきたいと思います。さてでは次です。運動は苦手だ。この部分これだけ見たら何が何だの何がに当たる部分だから主語を作っている格助詞っぽいだけれども。 鬼がが遠よりで空の部屋にが入っていないよね。ということはこれは格助詞じゃないんです。ということは副助詞か接続助詞か終助詞だよね。で終助詞ってことはないよね。文末とかでもないしなんか切れ目がいいところではありません。ということは副助詞か接続助詞。でどっちかって考えたらこれは副助詞だよね。前と後ろつなげてないから接続助詞ではないです。今回はこの和は副助詞になります。 和っていうのは副助詞以外に実はないので和を見た瞬間副助詞っていうのもすぐ分かる人もいるかもしれません大丈夫でしょうかでは次の文いきましょうお菓子は机の上に昨日作っていたのがあるけど食べていいのなんか聞いているのかなこのお菓子食べていいのって聞いているような感じです今回の防線部は全部「の」だね「のが3つ出てきています」ということはいろんな助詞が出てくるんじゃないかなっていうのが想像できるかと思います では考えていきましょう。また「の」も見た瞬間に「鬼がとよりで空の部屋」の「の」っ入ってるよね。ということは「の」は格助詞の可能性があります。じゃあこの「働き」考えてみようかそうすると机の上のこの「の」っていうのは今回どんな分節を作っているかっていうと机の、ね、でここで切れるまね。つまりつくえの「で一つの分節を作っています。 でこの文節この文の中でどんな働きをしているかっていうと「机の」っていうのは今回この下にある「上」っていう単語にかかっているよね「上」を説明「修飾」していますどんな上?「机の上」って説明しているよねつまりこれは「上」という名詞体言を説明しているので連体修飾語を作る「の」になっていますということはやっぱり各助詞で大丈夫だね ということは、この「の」は、格助詞の「の」と見抜くことができます。格助詞の連帯飾語を作る「の」でした。さて、じゃあ2つ目いきましょう。机の上に、昨日作っていたのがあるけどの「の」。これはどうでしょうこれ、気づいた人いるかなこの「の」って何かに言い換えられるよね。はい。これはもの っってていいいう単語に言い換えるることができよね。昨日作たもの。何を指してるかっていうとこの「お菓子」を指してるよね。お菓子。机の上に「昨日作ってたのがあるけど食べていいの?」この「の」っていうのはお菓子のことだよねつまり今回のこの「の」っていうのは名詞「体言の代用になっているんですということは「体言の代用の「の」って言ったらこれもやっぱり格助詞だったよね 今回の「の」も格助詞ということが分かりましたさてじゃあ一番最後行きましょう食べていいのの「の」ですこれはもう見た瞬間はって分かる人もいるんじゃないかなと思います文の一番最後に来ているのでこれは終助詞だね食べていいの疑問文を作っている終助詞疑問の意味を持った終助詞になります 今回ののは格助詞、格助詞、修助詞ということが分かりましたでは次の文いきましょう昨日は用事がなかったから家から一歩も出なかったよ今回はからが2つ出てきていますこれもからって見た瞬間に鬼がトヨリで空の部屋のからだからこれ格助詞の可能性があるねということはこのからが含まれる分節の働きを考えてみたいと思いますそうすると 昨日は用事がなかったからの分節は昨日はね用事がねなかったからねになるねこの分節の働きを考えてみましょうそうするとどうでしょうこれは前の文と後ろの文をつないでいるのが分かるでしょうか実際はこの分節がつないでいるっていうよりもこの「から」っていう単語がその前の部分昨日は用事がなかったっていう部分と 家かから一歩も出ななったという部分をつないでる接続してるよね。ということは前後を接続する助詞なのでこのからっていうのは実は角助詞じゃなくて接続助詞だったということが分かります。今回のカラは接続助詞でした。大丈夫でしょうかじゃあもう一つの方はどうでしょう家から一歩も出なかった。 今回のこのからは接続助詞ではなさそうでね家と一歩をつないでるわけではないよねということは各助詞の可能性が高いけど念のためこのからが含まれる分節はどんな働きをしているか確認しておきましょうそうすると分節は家からねでねここで一つの分節を作っていますでこの分節はどんな働きをしているかっていうとこの下にある出なかったっていう部分に対して 家から出なかったって説明を加えているよね。つまり、出なかったを修飾しています。正確には、この出なかったって出るっていう動詞が入っているので、その出るっていう動詞に対して、家から出るって動詞を修飾していますということは、動詞用言を修飾するので、これは連用修飾語を作るからだということがわかります。なので、こっちのからは格助詞だっていうのがわかります。 大丈夫でしょうか。今回見てきたように格助詞に含まれる単語「をに」「が」「と」「より」「で」「から」「の」「へ」「や」のうちこの「が」とか「の」とか「から」っていうのは格助詞以外にも接続助詞になったり修助詞になったりするのでパッと見た瞬間に格助詞って言い切ることができませんなのでしっかりその文節がどういう働きをしているのかっていうのを 確認していきながら何女子かというのを見分けていってください。